勝に乗ってきました。さあ、その徳島コンビが上昇開始です。2センターを通過しようかというところ、2番の原田、そして8番の小倉、先に動いてきました。前段近畿勢の外を通って2番の原田が前へと変わります。8番小倉、そして1番の新田も位置を上げまして3番手アウト、その内側に3番の三谷。打掌の周回、1コーナーから1センター、徳島両者一度前段に変わりましたが、1番の新田、4番の中村、この両名上がってきます。応用にしましては5番の山田。さあ、そして3番の三谷が発進です。バックスリッチから3コーナー、今打掌を迎えました。グッドペースが上がってきます。3番の三谷が先行体制、1番の新田が2番手内側で粘ります。7番の稲垣と現在は並走状態。さあ、このまま2番手3番手競りどうなりますか。後方から一気に2番の原田が仕掛けてきました。8番の小倉をついてのまくり。さあ、3番の三谷が現在は先頭、その内側1番の新田、1番の新田が加速してきます。共にペースアップ、3番の三谷、そしてその外を通って2番の原田、3コーナーから4コーナー、2番の原田がまくり切っていますが、この人は7番の稲垣を追っています。直線へと帰ってきました。2番の原田先頭ですが、7番の稲垣博之追い込んで7番2番、そして3着争いですが、4番の中村あたりだったか。2センターへと向かうところ、1番の吉田がゆっくりと動き出します。さあ、合わせるようにしましては6番手から2番の深谷が8番の坂口を連れての上昇。さあ、共に上がっていきます。中部勢、そして茨城勢、1番の吉田、2番の深谷、共にペースアップも1番の吉田が前を抑え込んでいきました。残り2周切っています。5番の武田が2番手マーク、そして外側からは9番の稲川位置を上げました。さあ、そしてその内側に2番の深谷ですが、深谷は少し下げて5番手となります。さあ、これで近畿勢が3、4番手。今金が入って3コーナー、1番の吉田が先行体制入りますが、中段からは2番の深谷が発進です。8番の坂口は若干離れていますか。さあ、ホームへ帰りましてラスト1周、1番の吉田がさらにペースアップ。さあ、それでも外からは2番の深谷も踏んでいく。5番の武田が現在2番手の内側、さあ2番の深谷を止めに行くが、今度は後方から3番の川端がまくっていきます。最終のバックスイッチ、6番の筒井を連れて3番の川端が一撃を見舞っていく。5番の武田が外へ振ってブロックしました。1番5番と茨城両者が前段です。この人は9番と4番で直線コース、1番の吉田が先頭で帰ってくる。番手から5番の武田という気が抜けますが、4番と9番も追い込んでいました。初優勝を決めた時とは逆の並びとなりますこの難関勢。さあ、その2社早くも上がってきました。そして後方からは5番の岩津、8番の松浦、この中国勢も上がってきます。さあ、2センターを通過しようかというところ、6番の根田現在は先頭位置、そのマークは3番の郡司。難関2社が前段に変わりまして、3番手の内側に2番の平原、その外が5番の岩津と SQS 班の2名が現在は並走状態。3番手、さあ、2コーナーをカーブしていきます。6番の根田先頭でペースアップ、そして3番の郡司、2番の平原が結局3番手取り切りました。そのマークは7番の木暮れ。さあ、金が鳴り響いて3コーナーから4コーナー、1番の竹内が現在5番手、そのマークは4番の金子、そして後方位置に5番8番9番といった体勢。最終周回1コーナー、6番根田先行していますが、1番の竹内が早めの巻き返し、3番の郡司が外へ振って牽制しましたが、1番の竹内が再度巻くティグ。さあ、そして番手から3番の郡司発進、最初のバックから3コーナーへと向かうところ、2番の平原がきっちりとその後ろ2番手を追走、7番の木暮がさらにマーク、3番2番7番と前段で最終コーナーから直線へ帰ってきました。3番の郡司に対しまして2番の平原コーター、そして7番の木暮も追い込んでいました。